皆さん、明けましておめでとうございます。うさでーす。大晦日の投稿からだいぶ日付が空いてしまいました。なんで空いてかしまったかと言いますと、うさですね、駅伝が大好きでして、もう見ていただければわかるように、中央大学命として、まあ、お正月過ごしておりました。1月1日のニューイヤー駅伝、1月2日3日の箱根駅伝、往路袋に全てをかけていたので、だいぶ投稿が遅くなってしまいました。で、新年明けて一発目、もうこれは前からやろうと思ったんですけども、箱根駅伝、中大について語ろうというわけで、今日は中央大学の箱根駅伝について語りたいと思います。ただしですね、もう中央大学の箱根駅伝の結果、ファンの方だったらご存知の通り、ツイッターでも皆さん結果知ってますし、監督も選手も分析とかされてるんで、今更ここで私がなんかこうしたらよかったとか、こうだったんじゃないかとかいうのも、素人がおこがましいので、そういう話はしません。ただ、これを聞いていただけたらきっと中大の推しになってもらえるんじゃないかなというような放送をしたいと思います。まず最初に、今この写ってる絵ですね、これは箱根駅伝をテレビで見る場合の基本スタイルですね。皆さんのテレビで箱根駅伝見られた場合はこの格好してたと思いますけども、ちょっと もしね万が一普段沿道に行っててこの今ウサがやってるのが何か分かんないっていう人のために解説をしますと、まずテレビついてますね。このテレビは映像を流してるだけじゃありません。映像はもちろん流してますけど、基本的にはデータ放送を見てます。映像おまけですね。データ放送で各ポイント中継地点で区間ごとより細かい数値で、順位とかタイムが出るんですね。それをこう追っかけるっていうのがテレビの一番重要な使い方で、その後パソコン開いてますけども、このパソコンではツイッターを、メインで開いてます。でタイムラインをこうハッシュタグで追ったりしてて、でその後、同じくパソコンで開いてるのが箱根駅伝の公式ホームページの定点カメラ、こちらのテレビ映んなくても定点カメラが1区間につき1箇所置いてあるので、絶対推しの大学が1回はドアップにあるのになるんですね。なのでそこのスクショを撮るのを必死になるっていうのが一つの使い方で、でもう1個開けてるのがこれも箱根駅伝公式の監督車の位置が GPS で出てる映像があるんですね。それで、まあ、大体の位置を把握するっていうのを使ってます。あと、すごい古ぼけたラジオが置いてありますけど、テレビってすごく中央大学映さないのが有名なんですよ。なのでちょっとテレビだけだと万が一中央はこう下からいい感じで上げてきてても全然映んないんで、ラジオの放送もちゃんと聞いてます。カッシーこと柏原さんの解説が今年もされておりました。で手にスマホ持ってる、これ何してるかっていうと、同じくツイッターを開いてるんですけど、パソコンはツイッターつぶやき用で、スマホはツイッターのリプですとかいいねを見るように使ってます。自分のつぶやきになんかこう選手からリプがあったりしたら絶対チェック逃しちゃいけないんで、毎回そうやって見てます。でまあ、簡単な、まあ、ここまでは多分ね全員が知ってることだと思うので、そこまでは、いいとして、今回、もうね中大の往路が実力発揮できなかった、それは駅伝の出場経験が足りなかったからっていうのと、やっぱり流れ変える力必要だよねっていうこと、あと中大の袋3位、これはもうなんかとてつもない快挙っていうよりは実力通りだよねっていうのはみんな知ってると思うんで、もうそこはもうあえて触れません。じゃあ何やっていくかって言いますと、ウサね1月2日だけで286ツイート、1月3日だけで298ツイートって300近いつぶやきしてるんですね。もうバカじゃないかと思うんですけど、それでそのツイートをちょっとね追っかけながら振り返っていきたいなって思ってます。でまずね朝早いんですよ。7時20分になんか最初のつぶやきをしてますけども、もうこれは選手がなんか走りますなんか走りますみたいなリップですね。そうでこの後そう吉井くんが1区じゃなくて3区なんだ意外ってツイートしてますけど、これがまあ後々の大きなフラグでしたね。で、その後一区藤原正和という情報がチラチラ、これなんかねタスキをなんかこう振り回してたらしいんですよ藤原監督が大手町で。
で、なんか一句が藤原正和なんじゃないかみたいな、まあ冗談がね、流れてて、ただなんかファンとしてはね、藤原監督走ったら相当速いんで、走ってもらいたいなとも思ってます。それでもって、そう、今回、一区がなんかめっちゃスローペースで、一区って、本当はね、すごいスピードレース区間なんですよ。各大学、すごいスピードランナーを持ってくるとこなんですけど、なんかめちゃくちゃゆっくりでね、なんかそのめちゃくちゃゆっくり加減を、瀬古さんがね、これ、4分ペースじゃないですかっていう、ありえない発言をしたっていうのに対して、こう、瀬古黙れっていうハッシュタグをつけてますね。で、一区走った中大の千森くん、この子ね、横顔だけなんだけど、めっちゃタイガーに似てるのね。で、今タイガーって誰ってみんな思ったよね。タイガーっていうのは、中大の OB で、今サンベルクスに所属している町澤タイガー選手っていう選手がいまして、この子もね、一区のスペシャリストって言ってもいいと、過言ではないと、ウサ思ってるんだけど、その一区のスペシャリスト、鉢巻きを巻いたでおなじみ、タイガーに、チモリくんね、横顔似てるんだよね。で、なんかチモリくん、やっぱり横がタイガーに似てるっていうつぶやきしてます。で、なんかチモリくん、途中でテレビで脇に差し込み来てるみたいな情報が入って、で、なんかやばいって思ってたら、やっぱりちょっと、調子が悪かったのか、結構、トップからタスキまで結構差があって、で、1分17差って書いてあるかな。なんか結構ね、団子で入ってったから1分17差でもまあまあ痛手だったなっていう感じが今から思うとします。で、この次エースの森凪くん、まあ、森凪也くんが走るんだけど、まあ映んないよね。中大って2区で映ったのって多分堀尾くんが世紀に誇る奇跡だったんじゃないかっていうぐらい、トップ走んないと中大って映んないんで、まあ、映んないのは予想してたんだけど、今回はもう、ビンちゃんがすごかったね。ビンちゃんっていうのは東京国際大のビンセントちゃんのことなんだけども、もうね、箱根走ってないで早く世界大会出なさいよって言いたくなるぐらいめっちゃ速い子で、で、去年東洋の相沢お姉様が打ち立てた、もう素晴らしき区間記録を簡単に破ってしまったんだよね。なんか、ビンちゃん、すごく無慈悲ねって思ったけど、でも、まあ、しょうがないよね。それが勝負だからね。でね、田沢蓮さん、蓮田沢って私呼んでんだけど、駒沢ですごい有力選手だったのが、あんまり振るわなくて、ちょっと、あれ、駒沢大丈夫ってこの時、ちょっと思って、それ、蓮田沢横浜駅前で、現時点区間12位どうしたっていう風につぶやいてるね。ちょっとね、ここら辺で他の選手のことも気になってきてます。そうそう、ラブラブランニングデートトーク、これはですね、去年東京国際、当時東京国際の伊藤くんと先ほど区間賞を取ったよって言った相沢お姉様が、去年ずっと2人でね、ニコニコしながら並んで走ってたんだよね。で、後にそれがランニングデートっていう風に呼ばれていて、で、そのランニングデートのトークがテレビで入ったんだよね。いや、もう本当伊藤くんって走ってる時ニコニコしててめちゃめちゃ可愛いんだけど、そう、それで森凪くんは結局ゴール前で明治と並んで入って、ここから3区ですよ。スーパールーキーって言って、もういろんな取材とか陸馬の表紙にも映ってたんじゃないかな。3区の吉井くんにタスキを渡して、でもこの時も本当もう吉井くん頼むよみたいな感じの流れで私もつぶやいてたし、みんなもつぶやいてたんだけど、まあ今思うとね、この吉井くんっていう1年生に全部預けてたっていうこと自体が中央大学の今回の大きな失態だ、失態までとは言えないな、中央大学のまあなんかやりがちなことみたいな感じだったかなって思います。っていうのも中大って今でこそ藤原監督がしっかりとやってくれてるけど、その藤原監督が入る前ってもうシード落として19位とかもう15位とかそのぐらいの位置にいるはずなのに、毎年そのね、仙台の監督が今年は優勝できるとか、今年はなんか3強に入れるとか、なんかね、そんな、もう強い選手が正直そんなにいるわけじゃないのに、
勝てる勝てるってなんか言うのが常みたいな時期があって、でその時ってなんでそんなありもありもしない自信のある発言をしてたのかっていうと、さっき言った一区のスペシャリストのタイガーと、あともう一人、そう、まあ、ちょっと徳ちゃん、徳永さんとか、その前だと新庄くんとか、まあ、いわゆるエース級って言われる選手が、まあ、一人ずつぐらいはいて、で、その一区二区で逃げ切って、そのまま最後まで行くから優勝できるみたいなことを、もう、大真面目に言ってたのね。でも、その当時から私はちょっと中大、自分のね、向こうだし、応援したいけど、なんかその自分たちの実力を客観視できてないなってすごい思ってて、で、ちょっとそのね、吉井くんがだけが今回めちゃめちゃ1年生でフューチャーされて、もう、なんていうのかな、マスコミが中央大学にインタビューするでも何でも、吉井くんにしか話聞かないみたいな感じがちょっと出てたのが、なんかその時代を彷彿とさせたのよね。だから、ちょっと空気的によろしくないなとは思っていたの。やっぱり一人に全てかけてしまうと、その子のすごい重圧になっちゃうし、で、重圧になっちゃうと、やっぱり失敗もしやすい。で、失敗しちゃうと、もう全部総崩れになっちゃうみたいな、悪い流れ、中大の一時期の超絶悪い流れみたいな流れが、この吉井くんの襷が渡るときに多分全員感じてたんじゃないかなって、中大ファンはね、ちょっとそう思ってます。で、吉井くんがそのちょっと悪い予想的中みたいな感じで、まあ、蓋を開けてみたらね、調子が実は良くなかったっていうことだったんだけども、もうこれもね、本当反省ですよ。いくらスーパールーキーといえどもね、1年生で駅伝の経験がない学生さんですよ。全日本走ってないから、中大は。で、それなのになんかこう、もう区間賞を取るんじゃねみたいな、実力から言ったらそのぐらいあるけど、なんかそれをね、こうずっと中大は今回吉井がいるから大丈夫だみたいに、まあ言ってしまったのが一番の敗因だったかなって思います。だから監督とか選手とかじゃなくて、OB、OG の圧だったり、あとまたマスコミの持ち上げ方で、それを許してしまった周囲みたいなとこに今回の一番の敗因があるんじゃないかなって、ウサは個人的に思ってます。ただこの後ね、さすがだよね、4年生ミス君ガラッと流れ変えてくれました。吉井くん区間15位まで、下げて走ってしまったんだけども、これはもうしょうがない、我々先輩の責任です。ただ4年生のミス君がここでガンガン上げてってくれたの。往路一桁で走ったのミス君だけだから、もう本当ありがとうっていう感じで。ただね、中大ばっかり見てたけど、これツイートしてね、中大ばかりに注目してるけど、創価、青学、国学院、明治の位置も意外すぎて、20校のうち5校が意外すぎる位置ってもう波乱としか言えないってつぶやいてるけど、創価がね、あんな上に上がってくるって誰も思ってなかったし、青学、国学院、明治があんな下にいるっていうのも誰も想像してなかったから、なんかこの中大ばっかりなんかこう意外な順位だったって言ってるけど、そうとも言えなくて、もう全体的にすげえ意外だったよね今回っていうのが、なんかもうこの時点でちょっと悟ってました。そうで、そうやっちゃえミスさん、これミスくんがね、2年生の時かなんかのハッシュタグかな、それをちょっと引っ張ってきました。で、やっぱりね、4年生が今年すごい頼りになったなって、なんかそのスーパールーキー頼みみたいな感じに事前は言われてたのに、実際やってみたら4年生めちゃめちゃ頼りになったよね。そう、瀬古さんが心配と言っていた佐伯が上げてきました。瀬古さんってね、この子めちゃめちゃ今調子いいんですよとか、今年はこの大学が絶対優勝するって言ったところが、絶対失敗するみたいなジンクスを持ってる、逆ジンクスを持ってる方で、そうね、中央大学は、往路終了時点で、まあ、10
15位までしかシードは狙えないだろうみたいに言ってくれたので、逆に袋燃えることができたという感じでした。でミスカンが途中まで区間10位で走ってますみたいな感じだったのが、あの最後ゴールしたら区間8位だったんだよね。で、あの往路でほんと1桁で走ったのミスくんしかいないんで、やっぱり4年生すげえなって思って、でここからうねくん、あのラストランですよ。同じく4年生で同じ兄弟の双子のね兄弟の、中学院大のうねくんは予選落ちてしまったんで走れなかった。だその分の思いも背負って走ってほしいって思ってたんだけど、今年はやっぱり厳しかったよね。もうほんと全員厳しかったよ今年は。なんかねこの時はこう上げてってほしい上げてってほしいってつぶやいてたけど、もうね実際問題脱水症状とか低体温症とかあと疲労骨折とか肉離れとかいろいろあるけど、そういうのを起こしたらねもう止まって途中棄権してほしいです。おばさんはその子の将来があるので、なんかこう下半身に障害が残ったりとか意識障害でなんかこうね麻痺が残ったりとか、その後の人生になんかものすごい悪影響が出てきてしまう可能性だってなきにしもあらずなので、もうほんとねしんどいっていうか異常が起きてたら止まっていいと思う。なんかだから19位になって往路しまったんですけど、もううねくんがつないでくれただけでほんと感謝だなって思ってます。だなんかこの、まあ、19位って聞くと、まあ、今はい切り替わりました、こういう絵の感じになっちゃうんですけど、でもうさそこまで悲観してなくて、なんかね、繋いでくれてありがとうっていう気持ちの方が強かった。でねやっぱり終わった後に毎回私がつぶやくことなんだけども、中大ってね OB に老害が多いんですよ。でこれはなんでかっつうと、中大って弁護士とか、裁判官かなとか、まあ、司法試験とか公認会計士試験がめちゃめちゃ強い大学なんで、そっち系に進む方多いんですね。でそっち系に進む人が多いってなるとどうなるかっていうと、その業界で先生先生ってちやほやされる人生を送る方が多いんですよ。でそうすると何をしてしまうかっていうと、自分はすごい人生を成功している成功者で、自分の考えが唯一正しいと、そういう考えに陥ってしまうんですね。でそういう考えに陥ってしまうと何をしてしまうかっていうと、中央大学の選手の失敗を許せないんですね。自分が人生で失敗をしてないので、他の人の失敗が許せないというか、失敗をすること自体にものすごく切れるというか、簡単に言うと挫折と痛みを知らないだけなんだけど、そういう人がね中大の OB って結構多いんですよ。で嘘は幸か不幸か大学2年の時にうつ病になって、めちゃくちゃ人生挫折してるんで、もう全然その老害の人たちとは違う生き物なんだけど、ね、もう選手を応援できないならファンやめてほしいと思う。おじいちゃんたちはここ聞いてないと思うので言っちゃうけど、お金落としてる人ならまだしも、お金落としてない老害の人たちはね、お正月嫌じゃん。そんな19位かみたいに怒ってお正月迎えるのね、選手にとっても自分にとっても良くない、ウィンウィンの逆でローズな関係になっちゃうわけだから、もうねすごく強い学校の応援すればいいんですよ。でそれこそ青学とか駒沢とかそういう学校の応援すれば気持ちよくお正月迎えられるんだから、中大の OB とか関係なくそっちを応援してほしいって毎回思ってますね。なんででしょうね、応援してるんだったらファンなんだからさ、最後まで信じて応援しろやって思う。
そうだよね。でもね、この後ね、あのゴールのウネックを迎えたあの池田カンタ首相、走れなかった池田カンタ首相がなんかあの抱き留めためっちゃイケメンは誰みたいな感じでちょっとねあのバズったんだよね。なんかそれがねちょっと救いだったなんかねあのいくら私の中でみんな頑張ったつないだよねって思っててもやっぱり選手はへこんでると思うのよ。だって藤原監督あれだけ鋼の精神してんのにあの正直ショックですってインタビューで答えちゃってたぐらいで、私はそれがショックで、あの藤原監督ってね現役時代箱根の5区も2区も走ってるけど、その時なんか僕があの出走したら中央は優勝しますからみたいなビッグマウスな選手だったのね。なんかちょっとオラオラ系の、今全然違うけど、でそういう選手だった過去を知ってるから、その藤原監督があの正直ショックですっていう言葉をマスコミにこう報道される内容として言うっていうことがすごいショックで、あ、藤原監督がこういう言葉を使うっていうことはもう本当に相当今追い詰められてるなって思って、だからそのカンタが最後にウネックを抱き留めたっていうのがネット上でバズったっていうのはすごく私にとってあの心をこう盛り上げてくれたというか、よし明日も頑張って応援するぞっていう気持ちにさせてくれました。でその後ですね、梶山くん、ちょっと待って、これねリプランが出ないの、今ツイログから見てるから。そうそう、梶山くんがあの1月2日のね夜に、え、今日は中央大学の応援ありがとうございました、皆さん早く寝ましょう、明日は応援もサポートも今日の日にならない一級品を選手に届けましょう、中央特化勢いのままにハッシュタグサポートサイドから流れを作ろうっていう、もうね超絶素晴らしいツイートをしてくれてね、で夜10時には寝ますってリプしたら9時半に寝てくださいってリプ来たんで、もううさ急いで寝ましたそれで、あばばもう寝ますと言って、初日は終了になってます。じゃあオーロは一旦これで終わりです。じゃあ次袋でお会いしましょう。一旦バイバーイ。